クウザからチャット GPT を使う場合は設定のデータ制御っていうところにトレーニングへの利用をオフにするような設定ができるようになっていますこちらをオフにしていただければ自社の情報が外に出ないっていう形になるはずです皆さんこんにちはアステリアの森ですこの動画では今話題のチャット GPT について一歩進んだ 活用方法についてご紹介していきます第1回目はチャット GPT の基本と安全な導入ステップと題してお話しさせていただきます <music> まずチャット GPT とはということなんですけれども一つ目は自然言語処理の AI チャットということです皆さんご存知の通り皆さん日本語で使っていただけるような環境となっています二つ目 オープン AI が開発っていうのは企業名でもあり非営利団体の研究機関の名前でもあると両方の意味からなっています。アメリカの組織です。で3つ目、誰でも無料で使える環境となっています。一部有料の企業はありますけども誰でも利用可能です。 そのままのチャット GPT の機能でもいろんなことに使えるのでその応用術みたいなものを一例ですけども表してみました一つ目が文書の要約だだだっっったたたりり翻訳だったりで使っていただけます例えば技術書だったり論文だったり難しい文章を一気に要約して見ていただくこともできますし文書のひな型を作成するようなこともできます 記事の作成だったり契約書の帳票などそういったものを作成することにも使っていただけます。また文書だけじゃなくてプログラムを作成するっていうことにも使えます。プログラム自体のひな形の作成だったりプログラムをテストするためのデータを作成するみたいなことにも使っていただくことができる環境です。最後にミスの指摘とということでこでちらは 文書のミスだったり構成にも使えますし先ほど出てきましたプログラムのミスだったりそういったものを指摘するような環境としても使っていただくことができますこれらの機能はそのままの機能で使えますので特にカスタマイズとは必要なく使っていただくことができます さらにこちらは有用な機能なんですけどもプラグインだったりウェブの情報を参照するみたいなことにも使っていただくことができます必要な機能いろんなプラグインが出てますので自分で選んで必要な機能を取り込んで使っていくっていうことができるようになっていますチャット GPT 今話題ですけどもチャット GPT 以外にも同じようなことができる AI チャットっていうのが存在しています 代表的なものをこちらに挙げてみましたま一つ目はま一番有名なのはオープン AI の ChatGPT ですよねで,すで、こちらは先ほど出てきましたプラグインですとか最近話題になっているのはコードインタープリターっていうの機能があったりしますこちらは ChatGPT の中でプログラムを作ってその中でさらに実行までしてしまうというようなことができる 結構技術者向けな機能だったりするんですけども話題になっていますそれらのプラグインだったり一部の機能は月額で20ドルかかるという有料な機能になっていますのでご注意ください2つ目 Bing ですねこちらはマイクロソフトがオープン a i の技術を使って提供しているものになりますこちらは無料で使えます表示ののの機能の中でネットの検索だ たたたりりととかもも可能でですすし音声だったり画像の検索みたいなこともできます特徴的なのが答えてくれた内容に対してそのソース情報が表示されるんですねどこの情報をもとにその答えが出てきたかっていうのが分かるのでそういった情報を確認取ることが必要な方々には有益なものなのかなと思います。3つ目 えー、こちらは Go の Google さんあの AI にとっても力を入れてますので、えー、結構初期の段階から発表してたんですけども、えー、その発表内容の際に、えー、情報が正しくなかったりとかいう情報が出てきてしまったので、えー、一部の方はあのー、あまり信用してないということもあったりしますけども、えー、その発表当時からエンジンが結構入れ替わったりしてまして。 今ではいい感じで使えたりしますので使ってみてくださいこちらもタダで使えますのでいろんな機能もどんどん盛り込まれてますのでいい感じに使っていただけるかなと思います <music> さてこんなようなチャットのできる AI の機能いろんな会社が使ったり禁止にしたりっていうことがありますけども こちらに表に出させていただいたものなんですけども2023年の3月ぐらいチャット GPT が話題になった頃ですねそちらでいち早く表明されているような会社さんなんかを挙げてみました。活用表明されているところですといろんな会社さんが当初から言ってるんですけどもアイデアを出してきたら表彰してあげるよとか。 社内でいろんな業務に自由に使っていいですよとか自社環境を作りましたよみたいな発表をされている会社さんが結構いらっしゃいます逆に禁止されているところですと有名なところですとイタリアなんかは初期の段階でいち早く禁止っていうのを言ってましたただこちらも一時的に確認のために禁止したという形になってまして データ収集についての対策ちゃんと整いましたよっていうものを受けてこの禁止は解除されていたりします国内ですとま鳥取県ですとかドコモさんですとか一部の機能についてもしは一部の業務について禁止されていたりということはあります <music> こちらの禁止にするような主な要因としていろいろリスクがあるかと思いますけれども 主なリスクを上げてみました4種類挙げてみました一つ目が情報漏洩ですね一番皆さんが気にかけるところかなと思いますけれども例えば韓国のサムソンさんですねこちらだと2023年の3月に3件の情報漏洩が発生しましたよっていうのを公表していましたこちらもあの設計情報とかをチャット GPT の中に書いてしまったみたいな 話になっていたりします2つ目としてま倫理観の欠如だったり虚偽情報なんかが出てきてしまいますよという情報ですこちらにもあの今でも多少減ってはきていますけれども十分出てくる可能性はあります3つ目が著作権だったりプライバシーの問題だったりというところですこちらはあの国によって扱いが違ったりする場合もありますので 注意が必要だったりします最後のプロンプトインジェクションですけれどもこちらは初めて名前を聞くという方もいらっしゃるかもしれませんがチャット g p t のような独自の環境を自分の会社として公開した場合にその環境を悪用されてしまうというものの一つです。こんななようなリスクいいろいろありますけれども それぞれに対して対策法っていうのが見えてきています情報漏インに関しては気をつけるっていうのが当然ではありますけれども入力した情報を公開しませんよみたいなチェックができるようになっています2つ目の倫理観の欠如虚偽情報の発生でしたり3つ目の著作権プライバシーの侵害こちらに関しましてはチャット GPT まあその他の ジェネレーティブ AI って言われているチャットですねこちらから出てきた情報を鵜呑みにして全くコピペで外に出しちゃうみたいなことは避けていただければと思います一度出てきたものに対してご自身で確認した上で外に出すともしくは必要であれば加工してから出すという使い方をしていただければと思います最後のプロンプトインジェクションですねこちらも新しい リスクの一つではあるんですけれども対策の方も結構ひな型というかやり方が見えてきていますですのでネット上の情報も確認しつついろんなものを踏まえた上で公開という形にしていただければと思いますリスクの一つですね情報漏えいの対策として簡単なものをご紹介しておきたいと思います ブラウザからチャット g p t 使う場合は設定のデータ制御っていうところにトレーニングへの利用をオフにするような設定ができるようになっていますこちらをオフにしていただければ自社の情報が外に出ないっていう形になるはずですまたブラウザから使うんではなくてプログラムから API として使う場合は入力した情報は外に出ませんよっていうのが ChatGPT ののの開発元である OpenAI サイトの中に記載されていますでもし出してしまった場合もデータの削除なんかリクエストできるようになっていますし特定のアカウントからの利用も使わないようにリクエストを続るようなことができていますのでこちらの情報を参照していただければなと思います。第1回の 情報はここまでとさせていただければと思いますまずはチャット GPT でも Bing でもバードでも好きなものを無料ですので使ってみていただければいいかなと思います最後までご覧いただきありがとうございました